どうも、カツです。今回も、立川日の続きやっていきたいと思います。前回ね、スペシャルコースの、レインボートレイヤーのスペシャルコースの、ストーンの A、B を無事クリアしたので、今回は、こちら、ホイールの方、A、B コースをやっていく形になります。というわけで、よろしくお願いします。さあ、早速やっていきましょう。相当難しい、だよ。だってスペシャルだな。38秒でクリアできんだ。どういう道かね、ちゃんとわからないからね。とりあえず走らせて様子を見よう。まあ、ただ走りゃいいってわけじゃないからね。そこんとこを自分も忘れせばいけない。逆向きだね、思いっきり。あー、間違えて入ってた。うん、ゴールがどこかってことよね。そして、あー、ちょ落ちる場所があった。どうやるのが一番早いんだろう。普通に走った方が早いのかな。それとも、カービィをタップしてはいけないんだよな。なんでタップしちゃうの俺。ただ走ってればいいだけなんだから。 D 回とかあれだけど、これ全部当たらないでいけば。いや、そんなわけはないか。もう全員引きくそね。こういうことやな。おい、ノー、おう、ノー、ゴールはしようよ、俺。52秒か、これで。いけた。まあ、さすがにレベル1はこんなに、そんなにかなり、こんなそんなもんか。まあ、ここがラインがきつそうやな。同じコースで、別に慎重に進めばいいだけだから。スピードは別に気にしなくていいから、最後の部分でどうやっていくかだよね。さらにバウンドがいいからな。多少のダメージも、しょうがないかなって思いながら、やっていくとしても、ここ、無理やり、ちょっと引きすぎたかな。こう行って、チコッと引いて、
握力とかは低いな。で、ポイントだな、ここ。あ、いけた、いけた、いけた。一発クリア。まあ、さすがにね。レベル1でそこまで苦労はしないか。次、レベル2はね、もう無理でしょう、俺には。絶望しか見えないでしょう。おう、ノー、ちょっと待ってね、一回。ほい、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 ほい。何ですか、この道は。もう、あれ、もうすぎですよ。急激に難易度上がりすぎですよ、それ。先が見えないんだよな。これ、ハイの正解なのか？とりあえず、ゴールがどこかわかんないから、ゴールを導く、ブッファー。まあ、こんだけ下手だからね。勢いよく落ちていくわけだよ。ここは別に盛大に引いてもいいんや。うへぇ。うわぁ、こういうミスも結構痛いんだよ。あのミスも痛みを伴うんだよな。ラブアウト。いや、そこで止まっちゃうのはなぜなの。いや、これじゃ絶対間に合わん。いかにミスらずに行くかだもんな。多分ここも爆走してた方がいいのか。確証はない。逆走モードだ。頭が悪くなっちゃった俺。超ラインバッ、おーバッテージジャスティス。ゴールはどこだい。あ、そこですか。11秒後は短くするだけ。それが大変なんだよな。こういうところよね。言うつもりはないのだが、タップ判定になってしまうというね。ここも難しいよね。うえ、あれもっと綺麗にやりてえな。いや、それは無理や。俺の腕美しくなんてできない。泥臭く買っていくんじゃ。 0.1 秒でも早く近づければそれでいいんや。泥臭く買っていかなくて俺じゃねえんだよ。美しさ、そんなの元から金揃えてないだろう俺には。うわぁ、だから逆向きや。致命傷の逆向き。よいしょ。うわ、もう戻りすぎなんだよ。もうそう、間に合わなかった。ティン、あと4秒や。ホイールのこの加速系は好きだな。まあ、このように自分の下手さもちゃんと把握、コースを把握していないようじっていうね。その代わりラインをほとんどあんまり引けないっていうね。つまりライントライアルが難しいっていう。ちょっとちょちょちょ、ほぼノンストップで行かなくてはいけない。止まってしまったらもう致命傷である。危ない。おお、なあ、上がりすぎ。
上げすぎ注意。うおさあ行くぞ。反動がすげえからな。でもいい線いってんぞ多分。ちゃい、もうそこでさピタッと止まるからの。へい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 、あっち、下向き。じゃあ元気。楽しくやれなくちゃ。うん。チョンボが増えたな。うおー、ダン、ファイヤー。あばば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 、ライントライアルじゃないんだった。じゃあ行くぞ。なんでそうなる、なんでそうなる。うぜっし、うぜっし。なんで逆走のままなんだ。なんでそうなんだ。なんでそうなるんですか。じゃあオーソドックスに行きますか。賢くやりたいのに。惜しいとこが行くんだから。
よいしょー。よし、次。はぁ、ラインとダイヤ絶対難しいよね。どうやってやっていこうかな。あ、まずは豪快に引いて、よいしょ。絶対に引かなきゃいけない場所があるからね。そこまでにどうやって残していけるかがポイント。わざわざちゃんと救済システムもここにあるからね。そう、ここ痛い。よーし、一発。正しいやり方かどうかはよくわからんが、一発。よっしゃー。これでレベル1とレベル2クリア。ホイール編クリアだ。早い。やっぱホイールは加速ができる分、スピードタイムアタックの方ではやりやすかったな。ストーンよりかはやりやすかった。やっぱ、それぞれのピン能力によって違うからね。ストーンは結構むずい。まあ、ミサイルやバルーンは相当むずいですよ。というわけでね、非常に短いですけれども、今回の動画はここまででございます。次回は、コピー能力、ミサイル編でお会いいたしましょう。皆様ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。